報復セットめちゃめちゃ笑えるゲーム爆特集。いきなり動画タイトルと全く違うことやるのやめろ。とりあえずこれ見てください。なんやねん。ほんまになんやねん。いやーこれ甘いと思いません。あ、でもシャーナインちゃん、リリースで忙しくていろいろミスってしまったんやろ。人間誰にでもミスくらいあるんや。そうめクジラ立てんと。いえ、そうではなく、これくらい私でもできるのに。キャーお前なんやねん、その顔。いやー、私顔、着脱式ですし、そんなやつおるくボケ。ちなみにあかりちゃんのもあります。キャーなんでうちの顔もあんねん。さっきから俺のこと見てるけどなんかよ。わけのわからんなりきりをするんじゃねえよ。さっきから俺のこと見てるけどなんかよ。顔を入れ替えてほしいわけじゃねえよ。バグか。なんちゃって。もう、マジでなんやねん、これ。ごめんです。はい、拾いました。なんでやねん、気を見せてろて。マジでなんでやねん。はい、返します。浮気も。後で処分したかな、あかんな、これ。じゃあ、今回も出とかっていきましょうかね。あ、せっかくなんで自分のお面つけてやっていきましょうか。違う違う。顔間違ってるよ、ゆかりちゃん。レッツラゴー！お前マジでその顔でやんのかやめろってうちが恥ずかしいから。お前マジでやめろ。そうですか？仕方なし。あれですかね？やっぱり普段メガネしてるので、急にメガネ外すと違和感大きいですかね？そこは些細な問題だから気にすんな。さて、イケボ実況始まりますよ。このチャンネルの趣旨を180度ねじ曲げるのやめてもらえませんかね？イケボです。イケボの人はそんなこと言わない。イケてる坊主です。誰やねん。皆さんおはこんばんにちは。お前が言っても可愛いだけだからやめろ。さて、やっちゃいますか。それやられる人の前振りやん。先生、最近このシリーズの存在意義が問われているの知っとるか？そうなんですか？だってタイトルに講座って書いとるのに、動画の内容は大体先生の死亡特集やん。だけど蘇ります。蘇るか否かは論点に上がってねえよ。ちゃんと視聴者の皆様のためになるようなことやらなあかんて。マジで、むむ、確かにあかりちゃんの言う通りかもしれません。では、今回からは、よりわかりやすい演出を交えて、このゲームの解説をしていきましょうかね。わかってくれたか？でなんか心音近くないか？で、勝負で勝負。先生には殿下の宝刀、スマートの着地がありますから、映像、加速でキラーを引き離すかな。ではここでもう一回みんなの加速シーンをご覧ください。余計な演出を入れるんじゃねえよ。いらんから早やれ。いたくるからの、ほい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 。うぜえ。へへん。さらにいたけんにしてこういう建築に引きます。あんな調子乗りすぎないようにな。かしこまり。ではとりあえずガニバル君の顔にお目につけときましょうか。やめろ。てか逆にサイコパス感が増長されて怖えよ。やってまい。うるせえ。さて、マザーズリューディングの固有建築は、激強窓があるので、それを使っていきましょう。そうで、普通に危ねえ。カーラーの？こいつ、絡みがちょっとうざいようきゃみたいなこと言いやがる。あれ？どっか行っちゃいましたね。見失ってるんかな？じゃあ、私はこれにてさよならバイバイしますかね。ほい。あ、見つかってるやん。むむ、案外近いところまで来ていたみたいですね。では、このまま小屋までダッシュしましょうかね。到着でこぼしてないんですけど。ああ、くん。なんとか窓枠で頑張るしかないですね。とりあえず一周回って、窓枠、と見せかけたペインケン。くる、来ない。くる、ほい。ほほい。もう一周。窓枠、と見せかけたペインケン。もう一周。あかりちゃん、はい、これ、もしかして積んでるんじゃ。今更気づいたんか。うわあ、私がそれでも生きる。1釣り目。まあ、割と頑張った方やろ。はい。では、早口言葉いきます。なんでや。わほん。隣の客はよく書き来る客だけど、今食べてるそれ渋柿なんですけど、超ウケる。ふっふ。何の話やねん。さあ、お迎えや。さあ、てやっちゃいますか。クラブもしっかり立てて準備万端やな。あかりちゃん、あかりちゃん。なんや、普通に死にそうなんですけど。あんな、いいか先生。あれはイケメンや。イケメン。そうや、イケメンが大手を振って、ネアちゃんを迎えに来とるんや。イケメンが大手を振って、ネアちゃんを。でもチェーンソー持ってません。あれは愛の道や。愛の道。そうや。ほれ、あの顔見てみ。ネアちゃんにうっとりしとる表情やで、あれは。うっとり。面構えの殺意高すぎません。気のせいや。ほら、これで OK やろ。すごい、うっとり。いいか、これからすぐゲームが再開する。その瞬間、ネアちゃんの求愛ダンスで、あのイケメンのハートを打ち抜くんや。求愛ダンス。せや、準備はええか？イケメン、求愛ダンス。せーの。求愛ダンス！うわー！おい、全然止まんねえじゃね。でしょうね。貴様！しかし、先生にはまだ切り札があります。はあ、これを見よう。ストライクか。ストライクは、救助されてから60秒、間を空けずに、鬼に担がれた場合に発動。スキルチェックを成功させることで、鬼の手から逃げることができる、ヘイト吸引パークなのです。ああ、空うざいやるな。まあ頑張り。行くぜ。成功した？なんでお前も驚いてんねん。よっしゃー。固有建築さん、お頼みも。後発電機2個や。頑張り。とりあえず、強窓の方かましちゃいましょう。2体の窓からスマチャク。からの加速。だいぶ引き離したな。ここで固有建築ブールブールですね。ほんまここの生成強いな。そして1体の強窓入って、もう1体2体の強窓でいけ。これはお兄さん辛いわ。母が完全に見失っておるわ。でもこっち来たるで。わーい。あと発電機1個や。粘れ。
そうだトリンヤロー、頭沸騰してんのかお前は。ははは、私がどこまでも飛べるんだ。早戻ってこいやボケ。こっちかな。そちら地下室になります。いやあ強まと2階へ行きます。後ろ来とるで。ねえねえ見て見て、なんや手汗がすごい。うるせえくん、間に合わなそうです。1階へ行きます。間に合え。オッケー、やった。よっしゃ。で、この後はキュンだー。うわあ、はい、みつりね。まあ、頑張った。今回は先生頑張ったと思うで。うあれ、キャンプせんのか。脳は夜から攻める気ですかね。男らしいキラーやな。お、助けきとるで。なんと、お優しい。ありがとう。戻ってきとるで。ですよね。助けてしまっちゃった。で、この後はどうするんや。いや、もうこれ逃げられそうな気配がないので、せめてゲートから離れようかと。まあ、賢明かもしれんな。兄ちゃんの脳は夜から肉食べは無理です。逃げて。助けてジャングルチーム。あえてフェイントなし。はい。あれ、釣らないんか。ノーワンですからね。ミンちゃんをまとめてやっちゃう算段でしょう。結構離れたな。ゲートあっちですからね。あれ、これもしかしていけるんやないか。いや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 、でもほら一人助けに来てくれとるで。これは行きましたね。手のひら返すの早いな。復活フェニックスゆかり。盛大な50をかますな。うははは、大勝利。おお、あそこからよう行ったな。いやー、これも実力ですかね。さて、ゆっくりリラクゼーションタイムしたら兄ちゃんを助ける方法でもゆっくり考えますかね。はい、叩けたし、いけるいける。最後の晩餐は不時期か。しっかり現実を見据えてるゆかりちゃん好きやで。さあて、おとりになりますか。潔さに磨きかかってきたな。天使、それは、私。ゴリラ、それは、こいつ。つまり、私は、ゴリラ。お前マジで何言ってんの？ではここでこの試合の逆再生をご覧ください。いらん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 。ああ、またアカン勝ったな。だってだって。いやまあでも今回は頑張ってたと思うで。だろ。うるせえ。だけどそんなゆかりちゃんが好き。このドキドキはもう誰にも止められないわ。いろいろ雑なんだよ。やめろや。この時うちにあんな出来事が起こるなんて誰も知る由はなかった。不穏な語りを入れんな。うわあ、晩ご飯がハンバーグだー。日常の範疇じゃねえか、ふざけんな。はーい、終わりです。こいつマジで好きなことやるだけやって終わりやがった。いつも通り。うぜえ。皆様のご意見随時募集中です。ゆかり先生にやってほしいゲーム、相談したい人と、リサーチしてほしいゲームのテーマなどなど何かありましたらコメント、ツイッター、インスタからどしどしご意見ください。待っとるで。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。